はい、どうも江藤です。ということで、本日もですね横浜スタジアムに来てます。今日負けたらまあ多分終戦なんで、まあ、ガチで頑張りましょう本当に。で、今日はですね、顔ビオレデーということで、ハンドソープいただきました。なんか顔ビオレデーは多分年間何試合もやってるっぽいですね。今日はデーゲームなのでめっちゃ暑い、太陽もねまあちょっと曇ってますが出てます。はい、ということで日焼け止めを塗ります。でもこれはあの顔ビオレではなくて顔ニベア、別会社ですね、はい、の商品ですが塗りたいと思います。昨日マジヤバかったわ、普通に地獄でした。地獄東選手8月対人生命月間 MVP 賞表彰式3勝防御率 0.90 素晴らしいですね。おめでとう、おめでとうございます。30万円おめでとう。ラビネスの時からこっからすごいですよ。顔株式会社スキンケア研究所所長。サウスポーです。顔のキャラクターがめちゃくちゃ拍手してるな。
なかなか点が入りませんが、試合終了がございますが、ご飯買いに行きたいと思います。これね、通路がね、新しくできまして、多分向こうのビルとつながるんですね。ここからね、楽しみですね、これできるのは。昨日ですね、EK ラーメンを酷評したら、案の定横浜ファンから失礼だというコメントついたんですが、代わりにですね、スターメンというのが美味しいらしいんで、これちょっと買ってみます。こちらのスターメンは飯田商店という湯河原にある超絶有名なラーメン屋の共同開発だそうです。めちゃくちゃ美味しいらしい。1400円するんですけど、めっちゃ美味しいらしいですね。一回湯河原行った時に飯田商店行ってみようかなと思ったら、クソ並んでてやめた記憶がありますね。ちょっと楽しみということで、うまいと噂のですね、スターメン1400円、混ぜそばですね。とりあえず混ぜます。青柳特有の乱調で2回裏ランナー満塁、ワンアウトですね。やばすぎる。今日負けたらマジでやばいぞ。やばいどころじゃないぞ、マジで。うま、ん、普通に100点です。めちゃめちゃうまい、ね、普通にうまい店に行って食べるまぜそばっていう味がしますね。普通にめっちゃうまいです。結構緊迫した場面なんですが、ビールを飲みたいと思います。OK!はい、ナイスボール。甲子園でもらえるビールカップホルダーをですね、ハマスターのやつにつけるとこんな感じになります。やっぱ甲子園のカップでかすぎるので、まあ、こういう上、めっちゃ上の方になりますね。はいはいはい。さあ3回表、先頭しかもヒット、中野、今度は頼むぞ、マジで。レッツゴー中野、レッツゴー、レッツゴー中野。オッケー、中野、中野、いいぞ、いいぞ、中野。おー、それけけ、のあけ、うるわしく、輝くはさらぞ。
サイズ的にこっち向きにした方が良さそうです。点取ったタイミング大事で、ツーアウトまで来ましたが、佐野にツーベース打たれました。バッターは TA。 頑張れ青池、頑張れ頑張れ青池。よし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 、オッケーオッケー、ゆっくりゆっくり。フライキャッチのコーナー、2球目がディアナなので、ディアナは1球目の人であのフライが落ちる位置を大体見極めてるんじゃないかという説がありまして、ディアナの方が成功率が高いという噂があります。はい、先にディアナがやるべきという意見がありますね。はい、1人目ね、大体これね、もう目測誤ってるんですよ。で取れないみたいな。はい、でこれ2球目ディアナが入るんですけど、大体1球目が落ちたあたりで構えるということになりますので、2球目が来るときにはもうほぼ正位置で、そして、ああ、下手くそなだけだった、普通に。あ、徒競走のコーナーです。昨日ね、阪神タイガースのファンがメガホンをですね、スタンドに投げ込んだ、スタジアムに投げ込んで、その後逃走してて、警備員が追いかけていたんですが、すごい足が速くて、もしかしてディアナと警備員は足が速いのではという噂になっています。はい、メガホンの投げ込みはやめましょう。お、いいね、ディアナ、負けてるよ、挑戦者いけ、あ、やばい。中野と森下、2打者連続ヒット、ランナー1・2塁ノーアウト。ちょっと待って、走れセーフ。うわ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 、今レアなのがあそこに跳ねてこっちに来てツーベースになっちゃった。1回裏ランナー1・3塁でツーアウトですけれども、バッターはいいえ、PA だと思うんですさあ、島本にスイッチでございます。青柳4回3分の2、まあ、お疲れ様でした。頼むぞ島本、頑張れ島本、頑張れ頑張れ島本。できなかったやん。宮崎が代打で出てきました。うわー、
スの青焼き4回3分の2をしてさあ6回裏、ゲッツー取れそうだったんですがセーフ判定岡田監督リクエストなので敗戦提供のリプレイ検証が始まります。あーセーフかな、やっぱりセーフでした。中川生えて続投、打席にも立つ。そういえばホームラン打たれた、バッティングめっちゃいいっすよ。ホームランコール始めたわ。そうだホームランコールからのパンと。の秋麗しく、カープが追いついたみたいです。とりあえず、はい、カープ頑張ってほしいし、タイガースは絶対に逆転しよう。マジ今日負けて本当やばいから。はい、ということで、視聴者にビールを奢ってもらいました。ありがとうございます。ガチで、あのビール奢られキャラに なりつつありますね。はい、ありがとうございます。7回裏、ノーアウトランナー一塁二塁でバッターは TA。 やばすぎる、マジで。広島は逆転したみたいです。阪神が勝たなきゃ意味ないよ、マジで。石井大地が自らピンチを招きましたが抑え、流れが来ると信じたい。絶対逆転しよう。それ逆転だ、逆転だ、絶対逆転、タイガース、それ絶対逆転、タイガース、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 ゴースカウントのリバレー決闘戦、よーし、よーし、さあ、よーし、よーし、向かって振り抜け、かがれて打つ、よーし、よーし、よーし、
よごめん、激ヤバ場面じゃん。岡留が対戦するこの3人。岡留、岡留優勝するぞ。ラスボス3人衆、まず1人目佐野圭太。ラスボス2人目は
PA。 頑張れだったぞ。ナイスバッティング。まずはお伺いします。感触いかがでしたか。これも完璧な一発が。イエーイ。イエーイ。
さあそうと当店かける日輪の青春の吐き麗しく輝く我が名の走りがおー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 走ったよレレレレどうしはずらすたつやいな熱血すぐに敵を継ぐ中央の息高らかに無敵の俺らの走ったがおーおーおー走ったがレレレレ鉄腕強打育児たに鍛えてここに甲子園勝利にも揺れ栄冠は輝く我らの足タイガーおーおー足タイガーレレレレバンザーイバンザーイバンザーイThank you.
後の最後、1、2、3、打3本目、万歳三勝で、この2連戦の応援、熱い熱いを締めたいと思います。よろしくお願いいたします。イエーイ1、2、3、打はい、ということでタイガース大逆転勝利でかすぎるということで、明日からね甲子園で、まあ、首位攻防天王山2連戦2連勝でゲーム差ゼロ甲子園行こう。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。